オールリボシアンマは、ヤンマカルリボシアンマ族に分類されるトンボの一種。従来、革命、エショナ・ニグロ・フラバ・マーチン、1909の日本、固有種とされていたが、DNA 解析などにより、エショナ・クレネターに含められるようになった。ユーラシア大陸のヨーロッパ、ロシア、朝鮮半島から日本にかけて分布する。日本では、北海道、本州、九州に分布する。 南西に行くほど生息域の標高は高くなり、鹿児島県の霧島山にも生息する。日本最大級の大型のヤンマゲ、近縁のルリボシヤンマより、やや大型。オスは、全長76から94ミリメートル、腹長53から67ミリメートル、甲子町49から60ミリメートル、メスは、全長76から93ミリメートル。 腹長54から 69mm、甲子長50から 63mm。鬼アンマの黄色の斑紋を瑠璃色に置き換えたような形態。オスは成長すると斑紋が青色となり、メスには斑紋が青色と緑色の2種類のタイプがある。胸部の斑紋の上端が後方へ伸びる個体が多く、腹部の第3から6節の前端に細い感情の単色斑紋がある。 オスのビブ付属器の外縁は直線上で丸みが少なく上付属器背面に小突起が並ぶ。メスの尾毛は細く外縁は直線上。ルリボシアンマとの見分け方は大きさの他に本種の方がやや青っぽい個体が多いことや胸部側面の黄色模様の形状にあり上部から横にはみ出ている部分が太いのが本種でルリボシはやや細い。幼虫は 全長約 48mm。複眼は、全速報に張り出し、体半は、ルリボシアンマより明瞭なことが多く、側棘が、第6から9節にある。平地から山地にかけて周囲に樹木がある。虫水植物や不要植物が生育する地表、高層湿原、高山の地頭に生育する。比較的寒冷な場所の開け体系や湿地を好む。ルリボシアンマと比べて、 より低地にも生育する。卵期間は6から8ヶ月程度。幼虫期間は1から3年程度で、1年目は卵で越冬し、2年目以降は幼虫で越冬する。成虫は7月下旬頃から10月中旬頃に出現する。成熟したオスは日中、地上の上を広く緩やかに飛び縄バリを持つ。メスが水辺に現れると、オスは執要に追い、 連結に至ることは稀で、連結しても交尾拒否をすることが多い。交尾が成立すると、周辺の樹木の上で静止する。水辺の岸に生えている草や、水面の枯れ木などに散乱する。国際自然保護連合により、レッドリストの軽度懸念の指定を受けている。日本では以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。生息地が局所的で、 絶滅が危惧されている地域がある。ルリボシアンマには、腹部第3から6節前半に細い単色体がない。ありがとうございます。